これ以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば、動向の儀式を完了できるだろう。見たところ、動向の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置して、また様子を見てみよう。装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ3つの光の輪がある。つまりあと3つ動向装置を探さないと、全ての封印は解除できないということか。ここから一つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。探そう。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしとこう。ふっ。おお、この動向装置って本当にすごいんだな。塔にある3つの光の輪の1つが地面になったな。早く次の装置を探そうぜ。この全てが終わったら、今日の出来事を歌にしようと思う。うん、きっとこの歌はバネッサの物語のように、モンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者。秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。そしてジン団長の理由は責任かな。で、銀融野郎は？自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと、彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だと、そう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ウェンティでは旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな、道理で知ってる声だったんだ。